皆さんこんにちは、ヨシカチャンネルです。こんにちは。今日はね、はい、皆さんにお話ししないといけないことがあるんですけども、はい、その前に、はい、実は娘が急に帰ってくることになって、はい、そうなんですよね、うんうん、それでね、スタバに寄りたいというのでそう、今迎えに行ってるんですけどね、うん、スタバにちょっと寄ってほしいっていうから、はい、今から迎えに行って、うん、スタバに寄って、うん、でお家帰って、はい、お話ししましょうか。はい。 Never thought it would be so hard. I grew up without a scar. Just living my life with no big worry. はい。はい。あ、可愛い服や。じゃあ行きますよ。広いから良かった。広いね。アールグレイのブーケティーってありますか？ただいまこちらちょっと入荷ございませんでして、ティーラテのカモミールで、わかりました。ホットコーヒートールサイズ一つで、おかわりのホットコーヒーいただきたいと思ってるのは、お会計後でいいですか？あ、わかりました。さん、粗挽きソーセージパッチあれして、粗挽きソーセージが一番いい。Everything seems to crumble around you. I know that you feel all alone in this world, but you have to. 大きな決断をしないといけなかったんですよ。はい。その決断は何かと言いますと、ベンツ売りました。はい、まあ一番の理由はね、うん、経済的なことで、コロナもあり、僕の病気もありとかで、うん、仕事の方がね、うん、あんまり順調じゃないっていうのが、まあ、正直なとこなんですけど、はい、まあ、今までね、うん、スム君の重きを置いてるところは、うん、まあ、車やって、はい、うん、やっぱり乗りたい車っていうので、うん、ベンツになって、私もすごいテンション上がって、車が、うん、運転も好きだし車も好きだし、うん、そういう方向性やったんが、もちろん経済的な理由もありますけど、スム君の気持ちが家の中に生活を充実させようっていう風になんか思ってくれたので、うん、思ってくれたみたい で、それだったらベンツを売ってお金で、うん、その一部でキッチンやりかえようっていう風にこの間から背中をずっと押してくれたのは、そう、ね、そういう理由もありまして、もう一つ大きな理由は、うん、やっぱりちょっとずつでも小分けでもいいから、うん、どっか日本一周をしたいなっていう思いが、ね、あって、はい、それだとベンツだとやっぱり、うん、ちょっともったいないっていうか、う、長距離行くには廃屋で経費もかかるし、うん、それっていうのはもったいない、もったいないってずっと思ってて、そうなんですよ。もうそれにはね、ベンツで行こうとはもう全然思ってなくて、うん、まあ、正直ね、ディーゼルの車調べたりしてて、行くことになったら車は買い替えないとなとは思ってて、うん、でもね、やっぱりどうしてもね、家のことちょっと充実することを今は優先したいなと、うんうん、でやっぱり食べることも大事ですしね、僕病気して思ったし、うん、まあ、ヨシカちゃんが料理を作ってくれるというのもね、僕の楽しみでもあるんで、まあちょっとキッチンを充実したら僕も楽しめるしっていうこともあったんで、とりあえず車のことはちょっと我慢しようかなと。今はキッチンを買ったりとか、うん、まあ、その後お風呂とかもありますけどね、うん、まずは、うん、家のことを充実して、うん、もう車を諦めたわけじゃないんですよ、うん、しばらく我慢して力を貯めて思い切ってね、車を我慢する時かなと思って、うん、はっきり決まったのはね、もうほんと最近の話で、はい、前回の時はまだ確定じゃなかったんですけど、うん、一応ね、もう売り先決まりまして、まあ、売り先って言ってもね、うち柳瀬さんの認定中古車で購入したんで、うん、柳瀬さんで買い取っていただくっていう形で、はい、いろんなところのね、業者にもいろいろお聞きして、うん、はい、その中でやはり柳瀬さんがほぼね、全てかなって知り合いの方に教えていただいたんですけど、うん、こう業者同士が設定、うん、上から3番目の高値をつけたとこだけが交渉するっていう、うん、まあ、それもやったんですけど、はい、いろいろやってるうちに
結構ねつながってたりしたわ、うん、だからここの業者さんとここの業者さんは結局つながってたなとかいうのもあったりして、あ、まあ、だいたい皆さん同じような金額を出していただいてたかな、はい、金額はねちょっと、うん、ごめんなさいちょっと公表は避けさせてもらおうかなと思ってますけど、うんうん、最終的には購入した柳瀬さんがステーションワゴン今ちょっと強化してるっておっしゃってたんで、うん、まあ、一番高値だったということで、まあ、同じだったらね、もともと柳瀬さんに買っていただきたいなと、そうね、うん、一番それが安心かなと思ってたんで、うん、うまくいってそういうことになりました。なのでそういういろいろバタバタしたゴールデンウィークを実はそうなんですよ過ごしてて、はいろいろもちろんいろいろ夫婦で話し合って、うん、悩んで、うん、でもなあ手放すのもなあってすごい正直ね、うん、考えましたけどね。目標は皆さんのお住まいの、うん、僕たちが行ったことないとこにやっぱり行くっていうことをやっぱどうしても実現したいと思ってたんで、うん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 、走行距離も10万キロぐらい走る覚悟で、うん、車って思ってたんでね、うん、そういうことを気にせずに乗れる車って、うん、もうだからもう言ってたね、うん、多分すごい安い車になると思いますけど、うん、仕事兼用で行くような車で、うん、探そうかなと思ってて、まあ、とりあえず自分の欲しい車は我慢すると、まあ、そういう形になりました。うちにとってスムクにとってはすごい決断やと思うんですけど、うん、私が言ったわけではなくそうスムクが言い出したことで、そうそうみたいな形にしたら手放すのっていう、うん、ね、キッチンもやり替えたいし、うん、まあ、家のことも充実したいということで、うん、ありがとうございます、はい、だからそういうことを考えると、うん、まあ、答えは一つになってきたという感じですね。わかりませんよ、うん、そのうち、うん、すごい車買うかもしれませんずっとね、うん、仕事用の車で終わるかもしれませんし、うん、僕たちもわかりません。未来はね、はい、わからないね。わからないです。ただまあ今をね、充実するということ。そうやね、うん、そういえば生活を充実っていうことに重きを置いてくれたのも、はい、まあ、ありがたい、はい、話だし、はい、まあ、それもセラビーだね。セラビーですそれも人生さって、さよならは辛いけど私ももう少し粘ろうかなって、うん、正直粘れないことではないのでね、うんうん、と思ったけど、そういうふうに進む子が考え方を急に180度かな130度ぐらいかそれぐらい考えを変えてくれたから、 そのことにまずびっくりって感じやったけど、うん、前回ねこの家を建て替えた時は、うん、キッチンは本当にあのシンプルなもので、うん、プラスアルファせず本当は人造大理石とかそういうことも、まあ、全て我慢して我慢してきました ね、まあ、この先も最後のキッチンということで、うん、ね、よしかちゃんテンション上がる、好きなんて予算はありますけど予算は定ですけどね、定の中でもまあね、満足できるっていうか、ね、それでも少しでもこう、うんうんうん、いけるように、うんね、っていう感じで、はい、気に入ったものを予算と、ね、デザインとで選んでいきたいなというので、うん、よしかちゃんがね、うん、バリバリ料理をね作ってくれるのもね、うん、あと何年かなっていうのもやっぱあるしね、あ、まあ、よしかちゃんは若いけど僕はねもう来年還暦なんで、うん、60代をやっぱ謳歌しないと、うん、もう老後なんでねもう来年から老後なんですよ、うん、そういうのね、うん、アクティブに動けれるような、ね、そうです感じでいろんなとこ行きたいね。60歳からはいろんなとこ行きたいんでね、うんうんうん、同じこと言ってますね、うんはい、その下準備というかそうです、いう感じかな。複雑な思いですよそら僕も複雑な思いなんです、ね、複雑な思いなんですよ。枕を濡らした夜もありました私もですよ。僕が高い車買って枕を濡らしたこともあるでしょうよしかちゃん、まあ、次はね、うん、高いキッチンを買って枕を濡らします。でもそういうことは初めてね、うん、あでも楽しみですよ。楽しみ。よしかちゃんテンション上がって、うん、まあね、うん、美味しい料理とか、うん、デザートとか、うん、多分いっぱい作ってくれると思うし皆さんにも見てもらえるし、ね、大したことはできません。ライブはいつもキッチンでライブやこれから、ね、うん、すぐには決めれないけどね、はい、年内あたりをめどかな。そうです ね、あそうや、うん、皆さん本当ありがとうございました、うん、あのうちがねキッチン探すことでたくさんアドバイスね、いただきまして、うん、いただきましてありがとうございます。本当にね皆さんの書いていただいてることを参考にして、うん、これからちょっとずつ勉強していこうかなと、うん、まあ予算は低いですけどそれなりにちょっとでもちょっとでも、うん、ギリギリのところまで頑張ってみようかなとあとちょっと予算よりかは出るんだったらちょっとちょっと
へそくりですか出してでもそれちょっと初めて聞きましたけど、まあ、そういうことをね、へそくりがあんのかな素敵なものにね、はい、出会えることを夢見て、はい、リフォーム活動をしていきたいと思います、はい、リフォーム勉強またそんなね見に行った動画とかもねアップしていきたいと思います、はい、今ちょっとね、うん、仕事とね、うん、日本一周終わったらもうちょうど潰れるぐらいの車を買おうと思ってます、うん、それはまたね決定しましたらお知らせしたいと思います、はい、Like a bird on a tree I'm just sitting here I got time It's clear to see From up here The world seems small We can sit together It's so beautiful You and meMeant to be in the great outdoors, forever free. 最後までお付き合いくださり本当にありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。